ちょっと占い見てみるか。うん、勉強最悪。何しよっかな。だから何のステータス上げるか。男は大概出たべ。あ、でも運動系が出てないのか。運動系っているよな。ちょっと説明書見ていい？説明書。大体出てない？設楽さん出た、今野さん出た、女も2人出た。ナンパしてきたやつはどれだ？あ、でも運動系はいないな。運動系は出てない。運動どうだったっけ？よかったっけ？まあ、健康普通だから運動してもいいんじゃないかな。運動しますか。まあ、ぼちぼち出るだろ。設楽先輩だ。設楽先輩は設楽先輩。ダーリン無理だよ。振動とかも逆にバカにしてる感があるよな。一緒に帰れないだろというか、車が来るんだし。一緒に帰ってもいいですか？なんで？そうしたいなって思って。たまには歩くか。お、意外とちょろかったな。設楽先輩もうすぐ体育祭。あ、そこ体育祭かの話は置いといて。高校に入る前は体育の授業をよく休んでた。運動会もほとんど見てるだけだったな。え、病弱？え、体が弱かったとか？指を守るためだけだ。バレーボールとかバスケとか突き指でもしたらピアノが弾けなくなる。なるほど。リレーでバトンを受け損なって指を痛めるかもしれない。結構心配性なんだな。かもしれないばかりでいろんなものを見送ってきた。割とだからこの人が陰キャイケメンなんじゃない？でも今回は見送らなくていいんですよね。参加せざるを得ないんだよ。大迫先生に体育の単位が欲しければ体育祭だけは出ろと脅されたからな。 あの人は結構そういうめんどくさいこと言うタイプだろうね。なんかあの人はああいう行事ごとは全員参加だ、イエーイみたいなタイプだもんね、きっと。こういうのは学生時代の思い出だぞみたいな。今日はたくさんよし頑張るぞ。え、ちょっとこれミニゲーム？ミニゲームはちょっと僕専門外なんですけど。さて何の競技参加しようかな。あ、しないもできるんだ。一応しますけど。大玉転がし、二人三脚、玉入れ。玉が2個あるっていうね、すごい玉の好きなゲームなんだろうなと思いますけど、まあ、大玉転がしやりますか。じゃあ分からんけど、タッチ苦手な。そうね、僕はゲームをタッチすることも女性にタッチすることもやらない、清純派でやってるからね。ねえ、タッチペンで大玉の内側に円を描くように転がします。玉の内側から玉がはみ出さないように。玉がはみ出さないっていうのはすごい大事なことですからね。海岸とかでも素早く円を描き続けて早く転がすから、ね、フライが1回目2回目のフライが、はいはいはい、 OK。 これくる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 回せばいいやな、まあ、こういうのはマリオ系とかでよくやるから。ニュースーパーマリオブラザーズのおまけについてるゲームとかで。え、ちょっと、待ってね、何？頑張れ。え、ちょっとも、違う、いけ、もっと、早くいけ。おー、いけいけ、頑張れ頑張れ。これもっとスピード出ないんか。結構俺頑張ってるぞ、マジで。ちょっと、違う、俺この50倍ぐらい速い速度でやってるって。え、ちょっと、もっといかんかい。え、頑張ってるって、なん、てかあいつの方が球でかくね、お前の方が。なずるくない？ちょっとでけえ方が有利じゃん。ミニ四駆だってさ、台形ホイールの方が早いんだしさ、ずるじゃんそんな。先生、このクラスには不正があります。はあ、結構頑張ったぜ。運動パラか。やっぱ運動パラがでけえとでけえ球とか持たせてもらえるのかな。出てたのか、気づかなかったな。君もどうせなんかすっごい消極的プレイやってんだろ。
もうちょっと頑張れたかな。指を守るためだっつって。最後はフォークダンス。テトリスでよく聞く音楽だよね。したらよろしく。てんてん。次は光一くん。なんかうなったけど。つって。次はルカくん。まあちゃん、俺と踊ろうぜ。この3人ぐらいしか知り合いないしな。正直。確かに設楽先輩が1番ってなんか変だね。なんでだろう。ルカ君って何、好感度上がりにくい系男子なのかな。だから設楽先輩が1番っての変だよね。なんかちょ、情報でも聞きますか。女にちょっと女に電話してよ。リアルでフォークダンスはね、一回もない、マジで。フォークダンス世代じゃないから。何だったら、ブルマも見たことないです、生で。僕もなんやかんで平成の人間なので。評価こう、フォークダンスとブルマはもう昭和文化なんじゃないかな。特に誰も好感度高くないね。まあ、どんぐりは背比べかな。他には？したら先輩どうなの、ちょろいのかな。コンタマもでかいね、結構。1月19日か。あと2名。だからナンパ男と運動イケメンやろうな。そう。どうしっかな。とりあえず服のあれでも聞くか。でかい意味し。まあでも、身長がでかいってことは、まあそういうのもでかいですよね。いいよ。それは。キュート。なるほど。この人はまあこの間ね、バッチだったか、これでいいとして、キュート系が好きなのか。他に聞きたいことって、服持ってないってか、バイトしなきゃ。バイトいつだったらできるんだ、マジで。全然バイトできるようにならんやんけ、このゲーム。マジで何が足りないの、私の何が悪いの。もう体育祭も終わったぜ。値は、まあ男に電話するか。金がないね。気配りが悪いのが、じゃもう女と遊びまくるか。もう玉をちょっと遊ばせてくれ。玉を遊ぼうぜ。僕勉強イケメンは得意だから、はい、今度です。世の中で最も得意としてるのが勉強イケメンだから。こんにちは。何かよ。なんでかってね、勉強イケメンはね、選択肢でね、漢字が多いやつを選べばね、正解になるっていう法則があるので、簡単なんだよね。小難しい単語のやつを言えばいいっていう、そういった法則があるので。白とか簡単っぽいけどな。ただ放送的にさっきも白行ったのに、あなたまた白行くんでっかって言うから、博物館行きます。あ、ストレス高かった。全然見てなかった。その日はダメだな。かあ、しょうもない男ですわ。それじゃあ、女からの誘いを断るんだって。はあ、冷めるわ。そう、氷上くんも森村くんも攻略してますからね、私。ちょっと女と遊ぶわ。気配れ。いや、ストレスまだ全然大丈夫でしょ。34ぐらいやったら。気配りあんま上がんなくない？なんか、もっと気配りブリブリ上がる方法ない？なんか全然上がんないんだけど、気配りが。へえ、そうなんだ。なんか気配りがブリブリ上がる方法募集中。どうしよう。
本玉断れたしな。マジでどうしよう、僕今回誰も攻略できずに終わるかもしんない。設楽です。ああ、マジで全然音が捕まんないもん。うわすげえ、アイコンだらけだ。休日じゃん。あ、あそお、休日、そっか、休日って上がりやすいんだっけ。したら先輩、レンがリベンジしたけど、ショッピングモールとかどうやろ。なんで行くべ。別にいいけど。ほら断る理由もない。したら先輩行こっかな、もうなんか理由、デートに来てくれるから。ああ、やっぱデートに来ないやつって無理じゃん。来るやつはいけるけど、今んとこちょっとしたら兄変えとくか。正直ルカでもないから。正直ルカもほらそんなにじゃん今。よし、やっぱしたらだ。したらに、したら、さてなんだっけ、占い。行楽最強にいいから気配り、実はこっちの子の方が上げてくれるとかないかな。なんかそんな気はする。上がる上がる、まあ、行楽がいいだけかもしれないけど。したら先輩でなんだっけ、あれか。でも今のままで割といいんだよな。光一くんとルカくん、セットで、セットで喫茶店とかどうやろ。よ、セット喫茶店。俺はいいぜ。お茶、俺も行こっかな。おっと、釣れた釣れた。そう、シックなね、シックな服。ただ僕シックな服ってどういう服か分かんないんですよね。僕シックの意味がいまいち分かってないんですけど、皆さんシックってどういうこと。そういえば、んなんだ。まあ、食べ物とかかな。割とどうでもいいだろ。二人は好きな食べ物違うね。一緒じゃないの、兄弟だったら。兄弟って同じようなもん食うべ。そこのうちのお母さんがケチャップ味ばっか作るお母さんだったらケチャップ味好きになるでしょ。こうは肉食獣だから。うん。獣ってなんだ。てめえなんか虫みてえに甘いもんばっかじゃねえか。虫ってそんな甘いもんばっか食うか。魚も食うね。いばんなバカ。すげえ口悪い。上品な感じ、落ち着いた感じ、古い感じの。まあまあね、じゃあいつも夕ご飯どうしてんの。夕ご飯っていうか、なあ。なあカバチ。まあ腹が減った時な。なんでこの煮え切らない。夕ご飯のこと聞いてるだけでこの煮え切らない感じ何。じゃあ好きな時間に好きなものばっかり。それはなあ。なんでこれ煮え切らないんだよ。まあだいたい夕ご飯一つで煮え切らねえブラザーズ。そんなこと続けてたらいつかは病気になっちゃうよ。それは大丈夫、体だけは丈夫だもんな、うん。まあ、銀魂のオープニングでそんなこと歌ってたもん。まあな、期待方が違うからよ。いつか後悔すると思う。まあ若い頃の無茶って年取ってから響くらしいですからね。睡眠不足とか好きなもんばっか食べてるとかそういうのって。今週はバッチリ。バンビと一緒だと私も調子がいいんだ。あ、この子半袖のが似合うな。なんか半袖のが似合うね。それだけやったね。胸は小さいな。そうね、友達と遊んで気配り。お、なんかメール来てると。なんだ惚れた。バイトのメールかと思った。なんか普通に惚れたとか言われちゃった。若い頃ぐらい無茶しないと年取ってから。胸好きですねっていうか、逆に胸ってそんな何みんな嫌いなのじゃあっていう話じゃない、ね、ある程度はそりゃみんな好きじゃんそんなのね。
ねえ。お、気配り上がった。それはさ、僕だって別に蒸気を逸脱して好きなわけじゃないです。あ、公園噴水してるんだ。森林公園行きますかね。したらと。したらと。お、フリマ？フリマっていつやってんの？5月30日、過ぎちゃったよ。過ぎちゃんだぜ。次のフリマっていつじゃ？ある程度よ。僕だってそんな、蒸気を逸脱して胸が好きってわけじゃないですよ。ある程度好きぐらい。好きか嫌いかで言えば好きぐらいの。なんだろう。ね。そんぐらいじゃない？海苔塩味のポテトチップスと同じぐらいですよ。まあ、好きっちゃ好きだけど、歯に海苔もつくしなぁ、みたいな。それぐらいの好きじゃないか。花椿で。胸だけ丸出しが三つさんの頃。まあそういう女性がいたらいいよね。見放題ですね。あ、ルカクの誕生日。ルカクはもう、攻略がしたらなってる。まあだって今んとこしたら先輩しかデートに来ないんだもん。なんか最初のボーナスが終わったらしたら先輩しか来なくなっちゃった。プレゼント。ヒーローがあーだこうだとか言ったからガチレンジャー写真集いいんじゃないの。ヒーロー好きなんじゃないあの人。世界の偉い人第3巻は1巻2巻持ってなかったら意味ないですね。南極はわかんない。ガチレンジャーで。ガチレンジャー。ガチレンジャーって何かわかんないけど。聞くわれもうだいぶ上がったろ。ルカ君。あ、まーちゃん。まーちゃんだよ。マウンテンさん、こんにちは。俺に。小野田清美です。うん、開けてみて。うん。どうかな？いいね。ありがとう。喜んでる、喜んでる。来年も期待してる。来年とかいきなり言われたけど。割とか、でも、南極だったんかな？でも、南極が好きっていう情報今のところないんですよね。60でバイト多くね？なあ、多くないか。じゃあもう服もう我慢して買っといた方がいいのか。もうシックはシックなんですけど、ズボンを脱いだシックにするか。このシックじゃなくなるんだよな。ダメだな。まあいいや、これでいくか。前回からズボンを脱いで、いつでも抱かれる準備が万端の。遅れちゃった。したら先輩は？あ、もう来てる。やべ、遅れてすいません。遅い。ほう、真っ赤だね君の服は。あ、クリオネみたいなの胸についてる。ごめんなさい。うるさい、行くぞ。俺様系だな結構。あれ、この人どこが喜んだんだっけな。乳首かな。バカだろお前。めっちゃ怒られた。なあ、今日の服なんか気合入ってないか。花屋でバイトしたいね。確かに花屋って誰っけ。ルカ君だっけ。ふふ。どうですか。どうって、まあ似合ってる。とりあえずしたら、どちらかというとすごく。したらさんがちょっと乳首ダメっていうのはちょっと前だわ。したら乳首ダメ。とりあえずこれはメモしとこう。で、高一くんは乳首 OK だったんだよな。高一乳首あり。ちょっとこれはメモしとこう。ちょっとこういった情報も随時追加していきたいと思います。乳首情報。ルカくんどうだっけな。ルカくん乳首ダメだっけ。流行ってるんだな。ワンピースですか。そうみたいです。そうなの。着こなすのは難しいと思ってたんだけどな。まあ似合ってるじゃないか。私みたいにな。やっぱボンキュッポンじゃないと似合わないからな。ワンピースはボディーラインがこういうグワンチョンしてないと。初見さんこれ見たい店はあるか。情報がまとめてあるいい放送やなって思うでし
見たい店はないのかい？どうなんだい？そうか、わかった。なんだよ。え、乳首はダメ。首のあたりを見る。さっさと行くぞ。まあ大丈夫なの、割と。いつまで迷ってるんだ。これでいいだろう。いや、これはね、本当ですか？買っちゃおうかなだと思う。これは間違いないような気がする。ああ、そうしろ。これでやっと解放される。こういう系の人はね、俺様系だから、まあ言ってみればちょっとね、なんつうの、支配欲求がすごいんですよ。だから。ちょっとね、もう下手に出るぐらいがいいと思います。どうした？ああ、むずい。バカらしい。むずい。ああ、むずい。たまにならいいな。どうした？もうやだ、この人のおさわりやりたくない。できない。わからない、この人の喜び方が。へい。そうだな。もう帰るか。ちょっと見るぐらいがいいのか。じゃあ。この人でも結構なんか運動嫌いっていうよりは結構しっかりしてない体。割とガタイよく見えるんだけど。明日が期末テスト大丈夫かな俺。期末テスト。仲良くないうちはどこをしても NG。あ、仲良くなっていけば乳首触らせてくれる人もいるんだ。はあ、まあそうだよね。まあ人間ってそういうもんですよね。仲良い人には乳首触らせてもいいけど、仲良くない人は嫌だみたいな。そういうとこありますよね。そうです。これが男の乳首いじるゲームです。いやー、ダメだ。語学はダメなのか。ルカ君の持ってるシャーペンでかいね。いやー、ダメだ。お、いけた。なんだ？いけたのはなんだ？選択科目。お、なんかいけた。芸術もいけるんだ。あーダメだ。技術課程ダメなのか。技術課程とかそんなに勉強しなくても割と大丈夫だろ、筆記は。実技科目なんだから。ウガ人。巨乳マダム180位ってかなり低いな。てか高一くんのがいいんだ。ルカくんよりも。てかルカくん赤点あんじゃん。あんまり頭良くないね、みんな。ウガ人は頭いいけど。椅子や乳首ゲームでドン引きしてた人。あの乳首ゲームちょっとレベルが高すぎるからね。やっぱこのゲームぐらいやっぱライトな。バンビ。バンビ。あ、ミオ。安定しているようで危ない位置。上がるも下がるも努力次第ですよね。ちょっと低いですよね。気配りもうちょっと上げたいな。デートの予定も組んでいきたいですよね。お祭りっていつだっけ？これ誕生日か。あれ、お祭りってどこだ？あれ、お祭りってやってないの？あれ？やってなくね？ねえ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 、お祭りの日ってないの？GS3 って臨海公園デートした方がいいのかな。あれ、お祭りがない。8月頭よ、予定には書いてないのかしら。カレンダーには書いてくんないんだ。そういうのはこのドコモのアイモードの絵文字みたいなのがないのか。とりあえず臨海公園デートでもしてみますかね。ネットに書いてあるの。お化け屋敷オープン。あ、花火大会8月2日だ。8月2日、青の洞窟ってあれじゃん。パスタじゃん。あの、美味しいパスタじゃないですか、青の洞窟って。噴水いつだって。あ、臨海公園は何があってんの？森林公園は噴水だよね。臨海公園って何なの？おすすめとは。おすすめとは。
まあ、とりあえず行きますかね。でも行きますかっていうか、デートをとりあえずしたら先輩、あ、でもた玉尾もちょっと一回行ってみたいな。ちょっと玉尾どうしよう。まあ、玉尾はちょっと一旦置いといて。何のよ。今日が12日でしょ。19日で。したら先輩、さっき何言ったっけ。あれ、さっき何だったっけ。あ、でもちょっと待って、臨海公園だったらレンガ道のなんかリベンジとかもできそうで、臨海公園行くか。いや、青の洞窟だ、パスタでしょ。実際の場所よりもまずパスタ。なんで別に。ほら、設楽先輩来るんだよね。なんか付き合いいいんだよな。ああ、ピアノの練習とか忙しいと思うんだけどね。やっぱすごいね。なんか設楽先輩はね、いろいろ忙しいとも思いますけど、情報番組とかいろいろやって結構来てくれるんだよな。勉強がめっちゃいいけど、気配りやりたいから。もう気配りって友達以外なんか上がんなかったっけ。クラブとかで上がったっけ。あれ、わからん。僕もなんかすごい久々のことなんで、 GS やるのいろいろ忘れてんな。兄弟なんだから携帯の番号くらい。クラブの上がったっけ。ないじゃん。シタラーズ、シタラーズっていうの。シタラさんの女の子と。知らねえよ、あのバカに直接聞きゃいいだろう。あれ、光一くん。だってルカくんはぐらかして教えてくれないんだもん。ねえ、ねえ、どうしてよ。さあな、てめえらがうぜえからじゃねえか。うぜえからじゃねえか。ひどい。ルカくんの兄弟とは思えないよね。ほんと最悪。よくもまあそんな正面切ってここまでディスれるよな。なんだとこれ。怖い。もう行こう。あ？なんだお前かよ。お前ですけど。今見てたよ。見てんじゃねえよ。ダメだよ、女子にあんな言い方しちゃ。いやいや、女子からも結構な言われ方してたよ。最悪とか言われてたよ。うるせえ。お互い様やろ。平等主義だ。出た、男女平等パンチ。どうだろうこの態度。なんかとんでもない話してるけど、地球と太陽がぶつかって爆発みたいな。こいつは何の話してんの。花椿五郎の誕生日か。まあ、買ってやるか、せっかくだから。結婚まで考えるのはちょっと行き過ぎな考えだけど、まあそうだよな。付き合ったら結婚するかもしんないから、だからそう考えるとね、怖いよな。ルカ君と結婚すると漏れなく光一君がついてくるから。花椿なんだろうな。鉄アレイ10キロとか学校でもらってんの嫌でしょ。だってそれ持ち帰んなきゃいけないんだぞ。シュッシュ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 って、あのなんか手首につけるなんか脱ぎたてのパンツみたいなやつでしょ。わかんない。でも女ってこういうの喜ぶのかな。まあいっか、女の喜ぶのってほんとわかんないから。だって僕ほんとね、ちょっと恥ずかしい話なんですけど、大学生の時ね、初めて女の子にね、プレゼントしたものが僕、図書カードですからね。これ初めて言いますけど、大学生の時、まあ変な話、好きな女の子ですよ。プレゼント、何あげたらいいか分かんなくて、図書カードあげたの。これでなんか好きな本買ってって言って。わかんなかったから。何あげたらいいのか分かんなくて。まあ、そんなこともありましたね。じゃあ行きますか。なんでも脱ぎたてのパン、違う、あの脱ぎたてのパンってクリクリンってなってんじゃん。だから
だから似てるかなと思って。花椿さん、花椿さん半袖のが似合うよね。バンビー、もうどうしたの？急いじゃって。え？誕生日おめでとう。これプレゼント。あ、もうそんな仕草で渡されるとさ、キュッときちゃう。なんか花椿さんってちょっとそっちの気ありそうだよな。なんか完全な女好きじゃないけど、若干73ぐらいのバイセクシャル感あるよな。まあ、女もいけなくはないぐらいの。もう完璧。え、マジで？バンビのセンスって私大好き。へえ、完璧らしい。ええー、初めてプレゼントでバッチリ出したのこの子。いらないものよりはそれ図書カードとかそういうクオカードみたいなやつがいいかなと思って。でそれって要はほとんど金渡したみたいなもんだから、プレゼントっていう感じでもないよね。服マジ足りねえ。マジで着たり脱いだりするプレイしかできない。マジかよ。カレンルートあるの？カレンルートあるんだったらカレンルート行けそうだけど、わかりやすいし、なんかすごい好いてくれてるから。行くぞ。同じ服やんけお前。あ、遅刻。この人もでも毎回髪型セット大変そうですよね。どうした？ね、この人ね、あんまりなんかこうなんかグリグリって触っちゃいけないんだよね。なんかちょっとなんかちょんぐらい、何もついてない、ちょっとちょんぐらいの、まあ要は視線ですね。今日の服なんか気合入ってないか。まあ、毎回一緒なんですけどね、実はパーツを足したり減らしたりしてるだけで毎回一緒なんですよね。どうって、まあ似合ってる。うなぎのタレみたいなもんですね。どちらかというとちょっとずつ作り足して作り足してみたいな。実は同じタレなんですよ。それ流行ってるんだな。遅刻してきて謝らない人無理。まあそうね、遅刻したらやっぱ一応謝っといた方がいいよね。着こなすのは難しいと思ってたんだけどな。似合ってるじゃないか、意外と。レンガ荒道。そうだな。どうした？ね、だちょんだろ、乳首もちょんならいけんのかな。さっさと行くぞ。あ、乳首もちょんならいけるんだ。まあ見るだけならオッケーっていう。設楽先輩、どうかしたんですか？曇ってきたな。え？あ、本当だ。こっちが青空ですけど。風が出てきたし、降るんじゃないか？いやですよね、それは。でも太陽出てますよ。きっと大丈夫。ん？あ、本当に雨降ってきた。おお、ちゃんと雨の描写もあるんだ。大丈夫ですか？ニコ生のエンコードでも殺されない？ああ、今や大丈夫か。昔はね、ニコ生って、雨とか降るとすぐジャミジャミになったけど。ミツさん流行全然チェックしてないですね。してない。してないね。昔ほんとニコ生って雨とかすぐジャミジャミになったけど、最近は大丈夫なのね。どこが大丈夫だよ、まったく。でも折りたたみ傘ぐらい持ってきてるでしょ。僕はいつも折りたたみ傘持ってますよ。そんなこと言ったって。あ、したら先輩こっち、この木の下なら。おっと、激しくなってきた。これはスチルじゃないですか。スチルの時は画面2つ使うんですね。いや、 DS の2画面をふんだんに生かしてるゲームかもしんない。なかなか DS ってね、結構持て余してるゲームありますからね。画面2つあるけどほぼ1画面やんけみたいなゲームがある中で、このゲームは使いこなしてますね。変な雨ですね。太陽出てるのに。通り雨だ。こういう雨はすぐ止む。マジで傘持ってねえのかお前ら。そうかな。あ、したら先輩、もっと中に入らないと濡れてますよ。ちょっとエッチなセリフですよね。まあ、僕は全くそう思いませんけど。いい、別に。レイアウト左肩。まあ。
でも肩がいいって言ってる。いや、ちょピアニストにとって肩は大事なのか、まあ、大事じゃなくもないですけど。お前がびしょ濡れで俺が濡れてないんじゃ、俺が嫌なやつみたいじゃないか。独特の言い回しだね。そんなことないと思いますけど。そんなことあるんだ。こんなの濡れたうちに入らない。うん。やんできた。ああ、よかったよかった。ほら見ろ、言った通りだろ。したら先輩、雨からかばってくれたんだ。そう。こんな日もたまにならいいな。ジェントルマンですね。だからなんか素直に何かこう女の子をかばうみたいなのじゃなくて、なんかちょっと理由つけてかばうみたいな、そういう不器用なやつじゃないの。こんな日もたまにならいいなって。なんだよ。濡れた雨から避けただけの一日だけどね。ここで描写されてんの、これでいいんかな。えい。まだ言い足りないことがあるのか。目もグリグリっとしてオッケーなんだ。送ってやる。もたもたするな。まあ、遅刻は謝ってくんないんだな。すいません、家まで送ってもらっちゃって。なんだよ。結構あれだな。乳首はダメだよな。乳首ギュンはダメだよな。これは？なんだよ。あー、むずい。ちゃんと送っただろ。むずいな。よかった。じゃあな。このスキンシップ機能がちょっとね、なかなか難しいよね。選択肢は今のところ一回も間違えてないと思うんですけど。クリオネみたいなのついてますね。なんかこの写真誰だろう、今更だけど。これ何？シャッて、お、なんかメールが来てる。おー、バイトが来た。洋菓子雑貨屋シモンでバイトしちゃおっかな、とりあえず。あ、でもどうだ、洋菓子もなんかいいな。洋菓子も、設楽先輩の写真なの、あれ。あ、確かにぽいけど、いつ撮ってたのこの人。へー。あ、洋菓子みおちゃんのとこ。じゃあちょっと洋菓子行きたいな。みおちゃんと仲良くなりたい。バイトする、みっちゃんバイトする。あれできねえ、あれできない、できない。なんで。え、電話いつできないの、なんで。クラブ入ってたらバイトできないとか、そういうあれだっけ、そういうルールだっけ。休日、え、だって今休日じゃん。ダメの、あ、祝日か今。なるほど、わかった、理解。みっちゃん偉い子。こんたまどうだろう。でもちょっと待って、もう次あれか、デート入れちゃったら8月2日のあれができないか。そうですよね。26にデート入れちゃったら2日に入れれなくなっちゃうから、ちょっと2日にしたら行くか。26はなんか適当なことしよう。服買ったりとか。したらです。ああ、何の用だ。ちゃんと電話出てくれるよね、したら先輩は。光一君は出てくんないけど。花火大会ってどこ？あれ？花火大会ってどこだ？え？森林公園か？あ、ここか。あったあった。ありましたよ、皆さん。なんで？行くべ？俺は嫌だ。断られた。断られたよ。
え、ここに来て？はあ？超ムカつく。はあ。え、もっとなんか芸術パラ上げた方がいいのかな。ちょっと芸術パラ上げるかしょうがない。やつ好みの体になるために。なんていうの？巨乳好きの男のために巨乳になるみたいな。めっちゃ失敗するけど。マジか。ちょっともう一回リトライ。まあ確かにそう。なんでって言われた段階ではまあいけるかなと思ってしまう。何の用だ。どこへ、これっけ。違う。まあ、頼むよ、ほんと。なんで？一緒に行きたいなって。別に。おーしよしよしよし。断る理由もないし。なんで先週断ったんやっていう。ああ、危ねえ。でも浴衣とかは絶対買えなかったら。まあ、ほら、浴衣とかは別にほら、なくてもいいものだから。健康が一番いいのか。運動してみるか。ちょっと運動イケメンにも会いたい感もありますからね。あ、でも設楽先輩を攻略するんだったらあれなんかな、あんまり運動とか上げない方がいいのかな。そうだね、セーブしておきますか。一応この辺りで、まあ一応、まあ分ける意味はそんなないですけどね。まだ一番上でいっか。上の本当にただ最初のセーブだから。戻る。あ、てか放送もう3時間か。じゃちょっと一回トイレタイムしますか。